これ出したところ、うん、読む読む、わかった、はい、いくね、はい、船長は悪戦を生みたい、はい、シオンに吸いたい、ルーナをボコボコにしたいなど、うん、様々な愛憎表現のフェーズがあるようですが、はいはい、ルシアはどうしたいですか。これね、何これ、ルシアはさ、船長はさ、うん、ルシアのことどうしたいと思ってると思う。え捨てたい。え捨てたい。なんてこと言うの。ちょっと、なんて、もうなんてこと言うんだよ。そんなことない。ちょっと違う、違う。捨てたい。買おうか。すごい、今滝汗かいてんだけど、やべえ。なんで滝汗かくのね。なんかさ、焦ってるからじゃないの、それって。なんかおかしいな。別に決して空気がおかしいよ、マリン。なに、これちなみにさ、アクア先輩産みたいっていうのはママになりたいってこと？そうなんだよ、実はさ、あのね、うん、昨日ね、アクタンがうちに泊まったんですけど、知ってる、うん、でね、うん、夜中にさ、一緒にコンビニ行ったので、なんかコンビニでね、なんか船長が、うん、まあ、大したちっちゃい買い物だったから、あのアクタンのお菓子とかも全部まとめて船長が買ってたのね。で、あの、うん、アクタンの分まで船長がレジしてる間、アクタンがなんかお母さん待ってる子供みたいな感じで、なんか船長のレジ中にさ、かわいい、なんかお菓子コーナーでさ、コンビニに流れてる BGM でさ、リズムに乗りながらさ、踊ってたの。、うん、え、かわいいね。その姿がもう本当になんか、うん、チラッと目の端に映った瞬間にその姿が見えた時、うん、船長ね、すごいね、あ、娘ってこんな感じかなみたいな、ボワーってなったのがすごい。母性がめっちゃ溢れ出てきて、そう、あ、これが娘かって思って、え、船長こんな娘産んで一緒にさ、雑貨買いに行ったりさ。